Was? Dann dran. Yes. Full. 26. 1350. Mantri, 50 plus. Half. Ja, half. Fede, fede. Carlos, ja? Which? Ah, yes. Yeah, huge. Large. Large.間違えてなんか持ってきました。はあ、めっちゃお腹いっぱいになりましたね。あの量で14なんで ×3 400円ちょっとですねすごい量でしたけどね。そう、初めねチキンだけかなと思ったんですよ。そしたらねピクルスとフムスとガーリックソースみたいなのがついてきて、あとパンもかそれで全部込みで400円ちょっと。いやー、ほんとこうドバイなのって感じじゃないですか激安っすよね。それでさっき人参ジュース飲もうとしたんですけど、なんかね売り切れてるみたいだったんで、まあ、ちょっとね近くのジュース屋さんがあるらしくてね、なんか OK のジュース屋さん、今からそこに向かおうと思います。トイメのバイルガンデのバイルよくあれだね。Hey, Sophia. Sophia. Hey. Okay. バイバイ、おやすみ、それおやすみ。
部屋で食べます。買ったものが醤油と赤だし、こっちだけで1300円で、あとこっちで700円って感じですか、うん、これ長谷の赤だし味噌汁なんですけど、これなんか粉末でみたいですね。味噌汁赤味噌ですね。うん、めっちゃいいっすね。でもお皿ちょっとなくてね、本当はお皿あったらよかったんですけど、絹ごしですね。いや、豆腐と味噌汁だけで全然いいな。満足できるの。めっちゃうまいっすね。今の気温だいたい22度、3度ぐらいですかね、うん、すごい適温ですね、散歩するには。ちなみにね、今ね、夜の12時なんですよね。なんですけどね、子供がめっちゃいますね。日本人とかね、ヨーロッパ、アメリカの人にしてみたら異常な光景だと思うんですけど、夜の12時に普通に子供が遊んでるっていうのはね、まあ、この時間に遊ぶのは普通っぽい感じですよね。Thank you. Okay. Yeah. Where from? Pakistan. Pakistan. Chapli kwa, mutton kwa, chicken tikka roti, chicken kwa.Fish, mix, grill. Sounds good. Total Pakistan. Ah, Pakistan. Ah.
やね、ここのお店のさっきからね、あんま映像に映ってないかもしれないですけど、みんなね、めっちゃ笑顔なんか目が合うとっていうかね、こっちが見るの待ってて目が合うとすっきりみんなニコニコしてくるんですよ。OK?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 O
めっちゃ本格的ですね、ご飯で。香辛料がすごい。豆カレー。ああ、めっちゃ美味しかったですね。そして全部で18だから約550円ぐらいですか。ただね、あのケバブね、僕が食べたケバブの中で一番辛かったですね。最強に辛かったっていうか、ダントツ多分これ日本だったら激辛もっと辛いかもしれないですね。っていうのと、まあ新発見というか、今の人たちパキスタン人だったんですけど、めっちゃなんか優しいなってドバイ来てあんな優しい人たちいるんだという感想を、はい、抱きましたね。本当さっきも言いましたけど、みんなね、目が合うとなんかすごいニコーって、作ったんじゃなくて本当に優しさから出てる笑顔っていう感じの、みんなそうでしたね。はい、ゲン君から入ってこんな感じなんですけど、ここはパキスタン人の人が持ってる家のエアビーですね、の民泊です。はい、でその借りたい人のお父さんが60歳ぐらいなんですけど、その人と一緒に過ごしてます1泊40ドルですね。ドバイだとまあ安い方ですかね。入って、これバスルームですね。これはお父さんのバスルーム。あ、バスルームじゃない。あれシャワーがない。え？シャワーないですね。浴びても濡れてるんで多分、浴びてると思うんですけどね。あ、トイレなんだ。そう、あの僕の方は専用バスルームなんですよね。で、右側にキッチンある、キッチンですね。でちょっと今ね、さっき買い物してきたんですけど、後でお見せしますね。まあ、こんな感じので、ここでそう、お父さんが寝てるんですよねこのベッドで寝てるんですよお父さん 60何歳なんちょっと聞いてないんですけど、あのまだドバイで働いてますね。建築関係のスーパーバイザーって言ってましたからね。で、はい、ここが、まあ、ドアがあるんですけどね。ちゃんと鍵もかかって、僕の部屋ですね。こんな感じで。天井は結構高いですね。3.5 メートル、4メートルないかな。うん、3.5 から4メートルぐらいありますね。で、収納があって。外は景色はないですね、もう。はい、そう、ここは僕の専用のバスルームなんですけど、まあトイレと、あのちゃんとね、まあ、シャワーがあるんですけど、うん、ちなみにそう、シャワーカーテンないっす。だから、びしょびしょになるタイプですね、うん。はい、さっき近くのスーパー行って買い物してきたんで、ちょっと何を買ったかお見せしようと思います。まあ、主にね、あの、自炊をするんですけど、ホテルでね、2週間行って、キッチンなかったんでね、そう、外食生活してたんですけど、結構辛いですね。あの自炊できるのめっちゃ嬉しいですね。はい。で、これがガーリック、ジンジャーとターメリックのパウダー。全部100円ですね。100g、100g。これはターメリックは200g。で、ブルーベリー。これが150円。で、パプリカ3つで100円ぐらいですね。で、パクチー、一束、30円です。だから60円、2個で60円。で、バター、
大体 400g で300円ぐらいですか。でこれはインド産の羊肉 600g で大体500円ちょっと。これ生クリームですね。生クリーム1リットルちゃんとあの植物じゃなくて牛乳の 35% で1リットルでこれは600円ぐらいですかね。600円しない500円台かな。で玉ねぎ2個で、大きいの2個で、これ トルコ産ですね。トルコ産玉ねぎ2個で60円、レモンはこんだけで多分250円ですね。何個入ってんだ、結構重いですね。とリンゴ酢これは400円ぐらいかな、とタヒナなんでごまペースト、これは 350g かな、これでだいたい250円かな。と卵ですね、卵が15個で450円、まあ、500円ぐらい。そう卵は高いですね、この包丁なんかね切れないかなと思ったんですけど意外にちゃんと切れますね、いいっすね。はい、バターチキン完成ですね。まあチキンじゃないですね、バター子羊なんでラムですね。いただきます。あ、いいっすね、やっぱ自炊いいっすね。いや体に優しい味にできますね。結構外食って、油すごい多めに使ったりとか、まあいい油じゃない場合が多いですよね、まあ、そもそもね。今回はインド人が多いエリアだったんで、だからどうしてもね、そうちょっと胃が疲れてたんですけど、やっぱ自分好みの味で作るのはいいですね。Nice smell. This for fish curry. Oh, fish curry. Yeah. This fish I will mix.This one, and that one white rice. This fish mix here. This one. Spicy, right? You like spicy? Yeah, I can eat. A few days ago, I went to some Pakistani restaurant. They told me not spicy, but that was very spicy for me. maybe different. Already red chili, tomato, onion mixing. Tasty. Already. This your plate? Oh, thank you. Fish. Yeah.Lemon? Lemon. One? Yeah, yeah. yeah, wait. Very hot. Oh, just. Oh, yeah. Carefully, eh? Carefully, yeah. Oh, yeah, very hot. Yeah, very tasty. Okay. Good.Very tasty fish. Soft. This fish from our country. Pakistan from.
Kozuma here, and Narada. The next station is Al Narada.5日後ぐらいのチケット取ってたんですけど、それも結局、まあ、キャンセルというか捨てて、はい、理由はいろいろあるんですけど、まあ、一番大きいのは今年ドバイ建国、ドバイというかアラブ首長国連邦建国50周年らしいですね。ちょうど50年で、まあ、祝日が何日かあったりして、それで祝日があると、まあ、みんなもね、なんかお休みモードとかね、もう浮かれてて、まあ、その役所の人がね、このビザを発行する役所の人機関の人が多分のんびりしたっぽいですよね。まあ、年末が重なってるっていうのはあるかもしれません。12月が重なってるとか、それが一つと、あとは年末なんで、インド人とかね、パキスタン人の人がみんなね、一斉にビザを申請したらしいですよね。いろんなことが重なって例年よりも2週間ぐらい遅くなったらしいですね。僕はエージェントを使ったんで、ね、その、まあ、担当者がいたんですよね。その人はね、多分にその人が日本人だったら、そういうことを先回りして予測して、どれぐらい年末は例年ね、混むし、今年50周年だから、っていうことをね、だからちょっと遅れるかもしれませんよっていうことをね、伝えてくれると思うんですけど、担当者はね、インド人だったんですよね。それで、まあ、結構ね、まあ、適当なんですよね。だからその、僕がね、オフィスに行くときとかね、必要書類とかあるんですよね。必要書類っていうか、写真が必要だったりするんですよ。だけど何もね、そういうことも教えてくれなくて、到着してからで写真はみたいな感じでね、え聞いてないしっていうね。とかあとね、そのちょっとドバイの中心から離れた場所にその健康診断とか行かなくちゃダメだっていうことを、まあ僕は事前に調べてて情報を得てたんですけど、その辺もね聞いたら、いや行かなくてもどこでもいいはずだよとか言って言われて、もう全然ね情報が違うっていうね、さすがインド人って感じで、まあ、めっちゃ適当なんですけど、まあ人的にはね良かったんですけどね、全然悪い人じゃなかったんですけど、ちょっと結構そういうので困ったことはありましたけどね、まあそれはいいんですけど、いつ発行されるのか分かんないっていうのが一番ちょっと嫌でしたね。それではね、ちょっとでも見込みがあればいいんですけどね、あと1週間かかるかもしれないし、2週間かかるかもしれないしみたいな状況だったんですよね。だから本当発行できてよかったですよ。ってことでね、今夕方の4時ぐらいなんですけど、明日の朝一のフライトをこれから予約して、あと PCR テストもこれから受けに行ってね、エクスプレスの6時間かな、ちなみに PCR テストは日本円で4000円ぐらいですね。4000円ぐらいの払えば6時間、もっと早かったですね。まあ1回受けたんですけど、4時間とかで結果がもらいました。ということでようやく帰れます。家族に会えます。ソフィアに会えますね。いや、奥さんがね、そういつもね、そうメールじゃないや、もう WhatsApp でね、メッセージでソフィアね、なんかこんなことしてるよとかね、いつも送ってきてくれたんですよね。いや、そういうの見るとね、早く帰りたいなとかずっと思ってたんですよね。それがようやく帰れますよ。いや、楽しみですね。あ、ちなみにドバイの気温は今30度とか最高気温あるんですけど、逆にロシアは今先週かなんかマイナス20度いったらしいんですよね。それがちょっとね、風邪ひかないかちょっと心配ですけどね、気温差で。まあ風邪ひいたら しょうがないですね。とにかく楽しみですね。最後の夜なんで、ちょっと美味しいアラブ料理でも食べて帰ろうかなと思います。
量が多すぎて、多分 500g ぐらいあったんじゃないですかね。野菜もね、中にあの刻んだ野菜が入ってるんで、お肉だけじゃないですけどね。今のところシリア料理だったんですけど、アラブ料理はね、そう一人で食べるとね、ちょっとね、なんかもうメニューが限られるんですよ。ケバブとか頼んでもね、めっちゃすごい量が来るんで、そうケバブだけ食べるのもなんか嫌じゃないですか。ちょっと野菜とかも食べたいんで、ね、だからね、そう一人じゃなくてやっぱ家族とかね、友達とかがいるとアラブ料理楽しめます、はい、さっきのお会計なんですけど約1200円ぐらいでした。ちなみにね、そう昨日までも、ま、毎日ねアラブ料理を食べてるんですけど、だいたい900円ぐらいですかね、か1000円ぐらい、1000円だ以上出すとこうお腹がはち切れそうなぐらい出てきますね。もちろんね、高級レストランはすごい高いと思うんですけど、 あんま行ったことないですけどね、そこまで高い店は。でもすごいいいなって、美味しいなと思える店でもね、アラブ料理は3000円とか1人3000円ぐらいかな。というのもお酒飲まないからね、あんまお金がかからないですよね、すでに。最後の晩餐、うん、ドバイのね大満足でしたね。いやまた早速来るの楽しみになってきましたね。おはようございます。今朝の6時半でフライトが9時なんで、これから空港に向かいます。空港までタクシーで10分ぐらいですね。近いです。泊まってたホテルなんですけど、最後の1週間ぐらいかな。いやようやくねホテル住まいとお別れできますね。やっぱ1ヶ月ホテルは結構きついですね。やば、いや、さすがマイナス20度。めっちゃ寒いっすね。ドバイから来たから余計かもしれないですけど。寒いですけど、ちょっとずつ慣れてきましたね。はい、これからね、シベリア鉄道に乗って約2時間半ぐらいかな、はい、かけて家まで帰ります。荷物がね、あの20キロあったんですよね、うん、いろいろね中東でしか買えないものを、まあ、ナッツとかドライフルーツとかですね、あとマンゴーとかが買ってきたんで結構重くなっちゃいましたね。Better than before.
ビーチ。ギャラクシーだ。White or black? For me, black. Yes, mama. Это тебе, мама. High-tech технология. Mango. That's what I wanted. So very heavy and yeah. Mango. Tahina. This is what we need. This is amazing. American. American garden, Californian garden. Планшет тебе. Only half, $1.50. Cannot get like this nowadays. Yeah, yeah. Here. Sofia. Клубничка. Sofia loves. Just woke up. Эй, София! Я думала, будет кричать от радости. Я тоже думала. Давай! Май давай. No, I wash, but maybe better. To wash again? Mm. I'll try also. Taste your mouth. Maybe not yet. Yeah, yeah. And so it has to stay then. I come back here later. So. Not yet. Yeah, better to wait. Maybe. Nice. カフェ行く？え、寿司にする？え